結構なお手前で、お茶菓子も食べていいんですか。いただきます。はいはい、気楽に来てくださいっていうチラシを見たんで、気楽に来たんですけど、こう僕はどうなんですかね。いやだってね、皆さん全員着物じゃないですか。恥ずかしいな。いやねえ、こんな立派な日本庭園でやるっていうのも知らなかったな。やっぱり気楽に来ちゃダメだったんですかね。え、そんなことないですか。本当にそんなことないですか。いやーだってこれ本気のやつじゃないですか。そんな本気じゃないんですか皆さん。そんな帽子かぶってるのに、そのなんていうか千利休とお揃いのコックさんの短いみたいな、それをかぶってたら本気ですよ。これは一応持ってきたんです。このシャカシャカするやつ。あ、これは別に持ってこなくてよかったんですか。あ、いや、なんかいるかなと思って、いらないなら持って帰ります。はい、インスタントカメラですか。いや、今チェキって言いましたよね。あ、チャキ、あ、チャキね。あ、チャキは揃ってるから持ってこなくてもよかったんですね。あ、なるほど、そうですか。気楽に来てくださいって書いてあったんで気楽に来たんですけど。いやー恥ずかしい。やっぱり気楽に来ちゃダメだったんですかね。あ、私松田と言います。はい、これですね。一応これ持ってきたんですけど。持ってこなくてよかったんですか。いや、いるかなと思って。あ、じゃあ持って帰ります。やっぱり今日僕帰ります。待って。ここで帰ったら負けだと思いませんか。負けでいいです。待って。あなたもこれ持ってきたんでしょ。あなたもって、これ持ってこなくていいんですよ。あなたと同じ気持ちでここに来たものです。やっぱり帰ります。待って待って待って。もしかしたらあなた自分を変えたいと思ってここに来たんじゃないですか。え、もしかしてあなたは。あなたと同じ気持ちでここに来たものです。あなたの隣に座ってもいいですか。すいません。ここの方がいくらか息がしやすいです。私も遭難してたら上空にヘリを見つけたような気分です。加藤と言います。松田と言います。頑張りましょうね。うん、出してるよりはね。はい。頑張ります。頑張りましょうね。どうして茶道の会を選んだんですか。やっぱり人生気持ちの余裕が欲しいなと思って考えたら、やっぱり茶道かなと。同じです。あ、同じ。頑張りましょうね。はい、頑張りましょう。うん、そんな肩に力入れないでね。でこういうのってやっぱ浮いてるってやつですよね。いや、でも、うん、こういう時ってあんまり気にしない方が馴染めるんじゃないですかね。案外こういう時自分のことなんて誰も見てないものですよ。
ああそうですね。ね、意外に自分のことなんて誰も見てないもんですよね。そうそう。すげー見てますよ。だったら気楽に来てくださいって書いとかなきゃいいですよね。ねえ。やっぱり普段は家で一人の方が好きなタイプですか。なんでわかるんですか。同じ匂いを感じましたからね。あなたもですか。でも自分の殻を破らなきゃと思ってここに来てみたんです、うん、私なんかいつもネットでムーカウとトーコロのアニメを見てて、なんか良くないなと思って。でもいいですよね、ムートコのアニメね、あれ私ね限定品のフィギュアをね、ネットで予約したんですよ。俺予約できたんです。そう、予約できるんです。知らなかったです。いいな。はい、すいません、静かにします。はい、何ですか。インスタントカメラですか。今チェキって、あ、チャキですか。あ、チャキの説明を今からされるんですか。ドンマイです。え、それさっき僕も乗り越えましたから。チェキですか。はい。あなたも頑張りましょうね。教えてくれればよかったのに。その器が江戸時代に焼かれたんですね。興味ありますか。特に。我々は興味を持つ努力が必要ですね。今無性にスマホが見たくて仕方ありません。ダメですよ、これ本気のお茶会なんだから。我慢しないと。この退屈な時間を動画のダウンロードに使いたい。ダメですって。我慢しましょう。あなたそういう自分を変えたくてここに来たんじゃないんですか。そうでした。ここが人生の分岐点ですよ、はい、このままだと一生お茶と向き合えないですよ。なんかあなた頼もしいな。あ、なんかあなた来たばっかりだから、はい、自己紹介をしてくれと。え、あなたもやったんですか。最初にやりました。まあ多分みんな順番にやるもんなんじゃないですかね。ああそうなんですか。ええ、わかりました、やってみます。ここが人生の分岐点ですよ、はい、なるべくお茶好きってアピールした方がいいんじゃないですかね。はい、はい、頑張って。こんにちは、松田と言います。よろしくお願いします。あ、松田さん、松田さん、松田さんは普段はね、僕もそうなんですけど、普段は着物です。はい、そうです。普段は着物です。で、今日はね、あえてね、あえてのトレーナーって言いました。あえてで来てますから。はい、ね、松田さん、松田さん、松田さんだからニックネームはまっちゃんかな。まっちゃんって呼ばれることもあります。まっちゃんです、まっちゃん。ね、はい、お茶で、はい、まっちゃん、まっちゃん、ねえ、ねえ、そうですね、ちょうどね、はい、お茶で、お茶で、うん、ありがとうございます。まっちゃん、今日はどこから来たんですか。お茶の水。はい、お茶の水から来ました。お茶の水から来たそうですよ。ね、お茶の水から来ました。ね、ちょうど、まね、ご自宅が国分寺です。あと、じゃあわざわざね、はい、わざわざ、はい、お茶の水経由で来ました、ね、今日はこう来たという、はい、お茶が好きなんですかね、はい、私、お茶好きです。お茶好きのまっちゃんです。ありがとうございました。ナイスアピール。そうでしたかね、大丈夫だと思いますよ、うん、あ、なんかこちらの方が、はい、お琴を演奏するそうで。頑張って聴きます。頑張って聴きましょう、はい、これってあれですかね。え、あれってこれもしかしたらですけど、はい、後ろに和風の楽器っていうんですか、はい、三味線とか太鼓がいっぱい揃ってますけど、はい、これ順番に一人ずつなんか出し物をするっていうコーナーなんですかね。できない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 。いやいや、考えといた方がいいですよ。なんか一発ギャグでも何でもやっとかない、考えとかないと、もしかしたら順番が来るかもしれない。え、あ、これこと終わりましたよ。これ拍手しなくて別に良かったんですね。
加藤さん、あなただけに恥はかかせませんか。 ありがとうございます。でもなんか順番で考えたらあなた次順番じゃない。あ、そうか、ここが人生の分岐点です。僕は今日人生のデビューをしてきますよ。やるんですね。やります。いや、行ってきます。応援してます。これは借りてもいい？なんで尺八吹けるんですか。いや見てください、さっきとみんなが僕を見る目が全く違いますよ。なんでできるの、なんでできんの、なんで。これで人生のデビューですよ僕は。今日のためにチャンスがあればと思って練習をしてきたんですよ。だからあなたちょっと強気だったんだ。僕が入ってきた時自分より下の人間を作るために呼び止めたんだ。違う、それは違いますよ。いや違う、同じ仲間が欲しかった、ただそれだけですよ。帰っとけばよかった。それでいいんですか、あなた自分を変えたくてここに来たんじゃないんですか。そうですけど、なんか一芸なんてないし。いや何でもいいんですよ、やらないで後悔するよりやって後悔ですよ。そうですね。ね、やります、うん、頑張って。茶筅。どうでした、後悔してます。でもまあやって後悔したわけだからね、やらないで後悔よりは。爆笑してますよみんな。なんで今の爆笑なんだ。いやお茶会って楽しいですね。まあまあよかったですね。どうぞ、次あなたの番ですよ。やらないんですか。あ、じゃあ次の方どうぞ。やらない。あ、誰もやらないんですか。あ、これ別にやらなくてよかったんだ。